金沢もなんかこう武家屋敷とか多くて、あの武士の感じが強かったんですけど、ここまたなんかもっとそうなんでしょう、武士っていう感じの、あ、伊達ちゃんだからね、うん、ありますね。金沢は上杉謙信ですが、上杉謙信じゃないでしたっけ、金沢って。あ、いや金沢が最終的には前田家に。あ、そうだ、あ、前田刑事。あれ、上杉ってどこでしたっけ。上杉結局飛ばされて会津の方、会津、あ、え、福島、福島ですね、確か。そうやったかな。映える。近くこっち。持ってるっていう感じがする。餅？
すごい。うわめっちゃ綺麗これ。空がすごい。相当綺麗。下からじゃ撮る方が。やばいよ。あ、本当に空が綺麗。縦にした方がいいかな。人望。おお。人望の神が入ってるなこれ。どこ書いてんの？あ、ほら。あれ？それ弁財天。これなんだろう。人望の神様。こっちだ。現在地の声破れた。何吉？何吉？主吉でございます。ゆっくりと近づいてくる。急がざわてずことに当たれば望みが叶う。大黒天でした。かけてん大黒天旅行用紙だって。おお。最悪。何が早く全然違う。何だった何吉？え、大黒さんじゃん。大黒さんじゃん。いいですね。大黒さん。大吉。大吉。よし。見せて見せて。マジで。すごいね。全部開けんから。これしろ。これ今回 まさにすごいじゃん。篠野さんに目上の人の引き立てでおいおいリスキンする。お財布に入れたいと思ってる。全然見えない。大丈夫か。
場に着きました。ありがとうございます。また会いましょう。また会いましょう。どうぞもう一度シートポケットの中にあった。